アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。念願を一つ叶えました。このクラッシュの黄金のベルトを手に入れた久村正史、一旦その腰その手を離れます。さあ、そして決戦が近づいてくる。ただいま本日のメインイベント、クラッシュスーパーバトル級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、167センチ、 55.0kg、K-1 ジム総本部チームペガサス、第2代クラッシュバンタム級王者、グッジー太斗。壊されたら壊して返すのがクラッシュ、圧倒的に軍事太斗。2階級制覇もかかります。いや、しかし勝つのが一番と軍事。168センチ、 55.0kg、 K-1 ジム5トンダーチームキングス、クラッシュスーパーバンタム級王者、クラマサシ。何度やっても差はつくばかりだと実証の戦い、久村正史、第6代クラッシュスーパーバンタム級チャンピオン、55キロ級の頂上争いです。1999年1月8日生まれがチャンピオン正史、同じく1月17日生まれが挑戦者軍事太斗、21歳の戦い。さあ、今師匠の梶原隆二代表から一言かけられてリング正面を向きました。チャレンジャーに対してこちら久村正史、お兄さんはフェザー級の王座争奪、今日一つ関門を乗り越えています。さあ、今度は弟の番か。まずローキックから青いグローブがチャレンジャーの軍司です。さてさて、石川さんに伺いましょう。はい、もう緊張感から、もうリードジャブ早い、ここまでのお膳立てもう最高ですね。はい、そうですね、僕もやっぱりタイトルマッチの緊張感で今手に汗握ってます。そうですか。はい、ご自身も経験があるという最高の舞台ですけれどもね。はい、まずこの試合軽量級55キロっていう階級なんだけど、はい、もうね、中量級重量級並みのパンチ力あるんで、はい、一瞬で勝負決められる力持ってますからね。力と技術か、はい、スピードもが全て揃ってる両者ですからね。はい、その技術というのは、まあ、こういうパンチもそうですけれども、蹴り、膝、それから防御に関してももう全部なんですね。はい、そうですね。はい、その進化の形というのをスーパーバンタム級で見せる2人の一戦、再戦です。いや、この動きは小さいけど久村選手のプレッシャー、はい、いやー、ボディから顔面ダブル、右もある、すごいプレッシャーですよ。レオナ選手、はい、どう見えてるんですか、どう映ってるんですか。そうですね、一気にレベルが上がったなっていう感じですね。ジャブの付け合いが早くて、はい、すごい一発一発見応えがあるなって。あ、これ左ですよね、チャンピオン。はい、うわ、これもそうです、ボディを打ってからテンプルへ右。これ竹原さん、はい、赤いグローブのチャンピオンなんですけれども、これ3発左左右と打つの、これパターンありますね。そうですね、まあ、でも攻撃にしろ、うまいですよね、あのパンタッチのテクニックが。はい、あとプレッシャーのかけ方がまたね、うわー、チャブ強い、プレッシャーのかけ方うまいですよ。一瞬で流れ変わりましたね、はい、軍司選手が、うん、ペース握るように。ああ、また変わった、またチャンピオン、はい、ってことですね。はい、チャンピオンかと思いきや一瞬軍司、そしてまた久村正史、詰めて右のストレート、ミドルキックも忘れません。さらに外から、竹原さん、久村のパンチの質ってどうなんですか。まあ、どうなんですかね、まあ、重たそうなパンチは打ってますけど、はい、左ですか、左、はい、ストレートに見せかけて引っ掛けの腹気味の打つんですよ。はい、それが結構当たってるんで、はい、今ボディに一つかけるような感じのパンチを、ね、はい、下から上、上から下と、ね、打ち方がうまいんで、これ、近いと思いますよ。うわ、ボディ打ちは左、
残り時間15秒になろうとしています。軍司が膝、拳だけではないと足技返してみせて、久村右のパンチ膝で返して、さらに接近軍司ミドルキック、フックは大きい、細かくついていった久村、ここで第1ラウンド終了です。さあレオナ選手に伺いましょう。もうちょっと息詰まるような攻防でしたがね。そうですね、すごいあのレベル高いですね。うん、まず最初にその一言出てきますね、はい、どのあたりが一番目につきましたか。やっぱ僕は差し合い、ジャブの差し合いが一番ちょっと好きなんで、はい、差し合いでお互いにこう、前のすごい出してるなっていうのを、はい、に僕は目がいきましたね。どうですか、共にらしい戦いなんですか。僕の印象だと軍司選手はこういう感じですけど、久村選手カウンターを狙うタイプの選手だった印象があるんですけど、はい、お武井良樹 K1 王者が見据えています。さあお話途中になりました、もうこの久村も軍司も再び武井に向けてという戦いですけれども、そうなってくるとレオナ選手、中盤第2ラウンドっていうのはどんな風に見てるんですか。そうですね、あのチャンピオンを釘付けにしないといけない試合をしないといけないラウンドだなと思います。難しいですね、はい、しかしそれをやり遂げてみせるというのが今回の軍司、前回1年7ヶ月前は敗れています。顎も砕かれました。うわー、ジャブ早い青いグローブ、それをこれ、あ、ともに蹴りありますね。石川さん、はい、2人ともパンチから入って、そうですね、あの、うん、あのパンチの距離なんですけど、2人ともね、はい、あの膝もある、蹴りもある、だからお互い気抜けないというところのポイントになってるんじゃないですかね。ですからこのリードジャブ一つ、これは強いポイントになりそうですね。特にですね、あの久村選手はどの体勢からでも蹴り蹴れますから、はい。はい、もう柔軟さありますよね。そうですね、はい、右今みたいな前蹴りもあるし、はい、鋭いミドルに見せた、三日月蹴りもあるから、はい、はい、だから本当によく僕例えるんですけど、刀で切るような攻撃なんですよね、はい、木村選手の攻撃の姿勢というのはスパンと、はい、うん、まあ、一瞬で相手を落としてるんですね、はい、その瞬発力、切れ味で赤いグローブチャンピオン、左フックで返す軍司、顔面2人とも真っ赤に変わってきた。竹原さん、はい、どう映ってるんですか。そうですね、あの久村選手は本当瞬発力ありますよね、あのプレッシャーかけて前に行って下から上と強いパンチ打ってますよね、はい、まあ、軍司選手はね、はい、あのフットワーク使いながらリードパンチをうまく当ててるんですけど、やっぱり詰められていいパンチをもらってますよね。はは、回るんですけれどもね、確かに、はい、この後の動き、この後です、ローキックを放つとなると、わー、ボディ4発、ボディは2発、4発のうちのその分割です。うわー、ドスンという音、レオナ選手すごいですね、この辺り打ち分け。そうですね、もうちゃんと見て反応を見ながら打ってるんですごいなと思いますね、はい、反応を見ながら、はい、分かるものですか。うわー、ボディ打ち、空いてるところを狙ってちゃんと打ってるなって、はい、あー、まあ、軍司も隙は見せまいということは当然だと思うんですけれどもね。でもそこをくぐってちゃんと見つけてるからすごいなと思いますね、はい、ちょっとピンポイント、おーリードジャブでも勝ってくるのか。石川さん、チャンピオン凄まじいこの目の良さといいますか、はい、見て分かる通り軍司選手かなりボクシング技術スキル高いんですよね、はい、フットワーク、ボディーワークすごい上手いんですけど、はい、それをトータルで見て、おー、右だ、ストレート、はい、空いてるところを、うんうん、当てに行けるんですよね、久村選手。でまた前回の試合はバッティングも何回か重なったんですけれども、うんうん、今日はもう大きなものほとんどありませんね、はい、お互いがね、お互いの怖さ、強さを知ってるからこそっていうのもありますけど、ね、はいはい、うわー、ガードを壊す、3発4発、その後はステップバック、軍司が追いかける、位置を入れ替える、膝には左のフック、マサシが返す、ここで第2ラウンド終了。いや、竹原さんに伺いましょう、はい、どうでしたか。いや、あの久村選手もね、本当ボクシング上手いですよね、あのそんなにフットワーク使わないのに、はい、あのスウェーでかわしたり、はい、まあ、軍司選手もね、あのフットワーク使いながらリードパンチを打っていくんですけど、まあ、久村選手が、ね、うまくかわしますよね。2人とも一辺倒にはなりませんよね。そうですよね。で、まあ、久村選手ボディ打ちがね、またうまいんですよね、はい、下から上と、
あれは続けていった方がいいですか、第3ラウンド。もちろん続けた方がいいと思います、はいはい。さあ石川さん、はい、どうでしょう、最終、うん、第3ラウンドです。1個前の試合ですね、西京選手と横山選手の試合を今思い出しましたね。というはい、あの横山選手がどんどん、ね、アグレッシブに攻める横山選手と何か郡司選手が重なったんですよね。1、2ラウンド目で、はい、西京選手のうまいコンピューターのような技術が分かったところで意を決して試合を大きく崩しに行った横山選手が勝利をものにしました。郡司、はい、選手もね、この久村選手のうるさいジャブ、的確なジャブ蹴りをどういうふうに意を決して自分の強打を振っていくか、ラボディ連打振っていけるか、ね、いけるかですね、はい、うん、そうですね、肉は切らせてもその後はという軍事対抗、やっぱりですね、この久村選手的確なピンポイントで刺してくるのは変わらないので、はい、だったら自分が変わらないといけない、はい、自分の攻め方を変えなきゃいけないということはやっぱり前回の試合でね、はい、痛みを見ちゃってるところはあるので、なかなかそこは不用意にはいけないのは分かるんですけど、ちょっと強引にでも、はい、行かないとなかなか試合は動かないかなというふうに思いますね。風穴開けるクラッシュ見せられるかどうか、はい、青いグローブチャレンジャーです。顎も砕かれた前回の戦い、うわー、ここもパンチの交換。竹原さんに見える距離感ってどうなんですか。いやもう何ですか、久村選手がうまく、はい、自分の距離で戦っていると思いますよね。郡司選手の距離、はいはい、あその後右のパンチもあった。その距離、竹原さん、ここもでもギリギリのところから詰めてきましたね。そうですよね、郡司選手の距離取り方うまいんですけど、まあ、いつの間にか久村選手の距離になってますよね。なんとも正確無比レオナ選手、これですよね、久村。そうですね、ジャブがやっぱコツ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 入ってるんで、それにも蓄積してきてるんじゃないかな、あ、ジャブで返してくる郡司、これは左ストレート気味に放ってくる。それでもジャブで徹底的に、さらにテンプレーのパンチ、右もこれは精度が高い。チャンピオンの攻撃、左にねじ込むか郡司、近い近い、この辺りも最後の力、左フー下からアッパー突き上げてくる。いや本当に久村選手ポジションがうまいですね。まずそこ、はい、無理に打ち合おうとせずに、パンチが来るところはしっかり固めて、はい、自分の攻撃が当たるところに移動してから、今もですね、はい、距離を変えてから、はい、蹴りだったり膝だったりパンチをしっかり当ててるんですよね。自分から出る郡司、そこに左、赤いグローブ、うなりを上げる久村。打ち合ってないんですよね、はい、そうですね、打ち合ってないんですよ、そのスレスレの線、はい、今もそうだ、左からこれ画面なんとかかわしながら前に出てくる郡司、攻めてくるところをこうやって見てるんですよね、しっかり見て、見て切って返す。ここはバッティングか、あ、話があります、話がありました。いや息を、なんとかこの時間、残り場内の時計では22秒、セコンドの声は聞いている。久村正史チャンピオン、チャレンジャー口必死の表情、この1年の7ヶ月、1年と7ヶ月思いを全て、ダイナックストレートにも乗せてくる。まだ10秒ある、まだあります、まだ10秒あります、諦めてはいけない、今あと10秒、郡司来た、かわしながら久村下がる、下がると郡司だ、堀内左フック、さらにそれでも迎撃は左、久村最後に放った。お兄さんもやってきた、赤コーナーです。さあ戦いは終わりました、3ラウンド終了、この後判定が発表されます。レオナ選手どう映りましたか。そうですね、やっぱ郡司選手が取りに行かなきゃいけないっていう気持ちが出てるのと、でもそれでも久村選手はやっぱ冷静に落とさないように、はい、打ち合いに行かないで冷静にかわして、で隙を見つけて打つっていうふうに見えて、さあそれをジャッジがどう判断するかというクラッシュスーパーバンタム級タイトルマッチ、赤久村正史、青郡司タイト、いよいよこの1年7ヶ月の全てですね、ダウンは一つ奪っています。久村ジャッジ西村30対27、赤久村、赤久村チャンピオン、3ポイント差。ジャッジ豊永30対27。
赤久村、これも久村だ。3人が30対27をつけました。3対0、2度やっても同じことと、それでも接戦、スリリング、この上なかった戦い。久村正史2度目の防衛に成功です。軍事隊と最後の最後まで諦めず詰めましたが、惜しくも敗れました。さあ、まず石川さんに伺いましょう、はい、どう捉えますか。いや、ものすごくレベルが高い郡司選手の攻撃、オフェンス、はい、その上を行ってたのが久村選手だったのかなと。ディフェンスの視野が広いというかですね、はいはい、でも全て、うん、見切っていたというかですね、はい、ディフェンスの視野が広いって面白いですね。そうですね、はい、はい、うん、その攻めてくるところを、ね、あえて打ち合うんじゃなく、はい、うん、打たせてからその後に自分のポジションを作ってから打つ、まあ、言うのは簡単なんですけど、はい、それ軍事タイトのパンチに対して、はい、それを冷静に遂行しきったっていうのはすごい、そうですね、すごいレベルです。レオナ選手も今腕組みしてじーっと見てらっしゃいました、はい、表彰式を行います。いや、同じチャンピオンとしてちょっと僕恥ずかしくなるぐらいすごいなって。いやいやいや、何をおっしゃいますか。いや、テクニックありますよね。めちゃめちゃありますね。めちゃめちゃ、はい、どのあたりが一番気づいた点だったんですか。やっぱパンチ、ジャブ打ってて打たせてからカウンターを取るっていうのがすごい上手いし、打ち分けができるっていうのもすごい欲しいなって思いますね。打ち分けすごかったですね。打ち分けがすごいですね。僕も同じチャンピオンですけど、僕なんかガーってラッシュしかできないのに、ま、ちゃんと打ち分けできてるんですごいなって。いやいや、そしてこの堂々たる表情、今ちょっとニコッと笑うような、まだ21歳です。竹原さんはどんな思いが残りましたか。はい、やっぱテクニックありますよね。あの、まず目がいいですよね、はい、で、まあ、あのうまく避けて自分の打てる距離に避けて打つ、はい、で左リードパンチもしっかり、ジャブじゃなくて左ストレート気味のパンチをしっかり当ててますもんね、はい、もうペースを、自分のペースを作るのがとても上手い選手ですよね。あの左前の手にか、前の手ですけれども本当に嫌なんですね、相手は。嫌ですね。あの相手の方が、ね、あのフットワーク使ってリードパンチも手も長かったんで、はい、やりにくいかなと思ったら自分のペースにしましたからね。さすがというほかありません。それでは見事勝利し、2度目の王座防衛に成功いたしました久村正史選手より一言いただきます。オスケワンジムコダンダーチームキングスの久村正史です。そうです、今日は防衛 KO して、そうですね、周平が KO して勝ったんで KO でつなぎたかったんですけど、まあ相手の郡司選手もリベンジマッチということで、そうですね、タフで、まあ、倒せなかったんですけど、まあ、これも課題で、まあ、見つかったんで、まあ、次は、K1 のチャンピオンしか相手がいないと思ってるんで、そうそ、まあ、やるまで、まあ、しっかりレベル上げて、まあ、いつでもできるんで、いつでも待ってるんで、皆さん、注目してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。やはり上にはあと一人という思い変わらないようですね。君臨してる絶対王者がいますからね、はい、今日会場でもリングサイドで見据えている選手がいます。その名は武井良樹。さあ、そこに向けてという点ですけれどもね、石川さん、課題も見えたっていうところは一つ、まあ、ここから強くなってくれるのかな、うん、さらにと。そうですね、はい、こういう試合を経て、はい、反省できる謙虚さっていうのがまだまだ彼を強くする要因だなと思いましたね。そうですね、はい、さあ、レオナ選手、はい、やはり弟さんがいて兄弟で活躍していらっしゃいます、はい、どうですか、この存在っていうのは。そうですね、あの弟と僕もチャンピオンになろうと決めてるんですけど、先に兄弟をな、初を狙ってるんですけど先にならないじゃないように頑張らないとなって楽しみにしています、
竹原さん、はい、今日一日はクラッシュどうでしたか。まあ、今日もね本当迫力ある試合が多かったですよね。本当、まあ、KO までつながらなくてもいい試合が多いし、はい、まあ、迫力ありますよね、3ラウンドっていう短い、はい、あのラウンドで、はい、またいいものを見させてもらいました。ありがとうございます。またぜひ来てくださいね、はいはい。